皆様こんにちは。フラルテリー菊田香織でございます。いつもフラロゴをご覧くださいましてありがとうございます。本日は女性起業家きらめきインタビュー第33弾をお届けしたいと思います。本日のお客様は株式会社レンカ代表であられます大原美代子さんをお迎えしております。小原さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは早速一つ目の質問です。お仕事内容をお聞かせいただけますか。はい、現在ですね、レンカでは占いを使いました個人コンサル事業と、そしてヒーリング癒し事業の方をやらせていただいております。二つの事業ですね。はい、一つ目のまず占い事業、はい、どんな占いをしていただけるんですか。はい、ですね、戦術は、名戦と木戦を使ってやっております。で、名戦はですね、三名学とあと西洋占星術の2つの戦術を使って、やらせていただいておりまして、で、木戦はタロットとルーンの方を使ってやっております。ありがとうございます。はい、私あまり、占いのことに詳しくないですけれども、はい、名戦とおっしゃいましたね。はい、命との、占いを書いて名戦です。その名戦が三名学と、はい、西洋占星術。西洋占星術、はい、これはどういうことなんですか。はい、吉田さんもお誕生日があると思うんですけど、はい、でそのお誕生日もしくは生まれた時間とか場所とかそういった情報をお客様からいただきまして、それをもとにデータを出していくというのが名戦になります。うん、星で、はい、占っていただくということなんですね。で、はい、名戦の特徴はその方 の、 本質であったりとか、うん、あとは傾向であったりとか、うん、そういったこう長い将来を見ていくのにとても適した占いだと思っています。うん、そうなんですか。はい、三名学と西洋占星術、うん、はい、これ東洋ですね。はい、そうですね。面白いですね。そうですね。それはどういう意味があるんですか。はい、例えば三名学、西洋占星術、東洋と西洋なんですけれども、うん、表現の違いはあると思うんです。うん、ですが、やはり元になっているものは同じなので、私はちょっと突き詰めて一人の方を見ていくと、東洋でも西洋でも同じ結果が、よく似た結果が出るなと、いつも不思議なものだなと思うのが正直なところです。ということは東でも西でも、はいはい、やはり、大元は一緒、その両方をお勉強して、はい、しっかりと学んで、はい、皆様にお伝えしているという強みがあるわけですね。でやりながら東洋でやっても西洋で答え合わせがつく、西洋でやっても東洋で答え合わせをしている、そんな感じでバランスを見ながら。ああ、すごいですね。ありがとうございます。はい、でもう一つが木戦、木戦、タロット、ルーン、あと駅もそうですね、木戦に入りますね。でやってらっしゃるのはタロットと、タロットと、はい、これですか。ルーンです。はい、ルーン、はい、それはどういう分野というふうに理解したらいいですか。そうですね、例えばですね、名戦がこうロングスパンで見ることに適している占いであるならば、木戦というのは短い1年以内、そういったこう短さで見ていくっていうこともできますし、あとは選択肢があるんであれば、そちらも木戦に見れますね。名戦でこう広く大きく見て、木戦でこうピンポイントで見る、そういう見方も素晴らしいですね。うん、東と西をちゃんとして、はい、長くと短く、そうですね、素晴らしいですね。占いの授業と癒しの授業の2つの柱でなさってらっしゃる、はい、で占いの授業に関して2つ伺いました。はい、今度はちょっと癒しの方に関して教えていただいていいですか。はい、分かりました。癒しと言いましても、癒しという方が分かりやすいので、今回癒しというふうな表現をさせていただいているんですけれども、本当はお家事ということをやらせていただいています。それはですね、聞いたことありますか。分かんない、教えてください。はいはい、例えばですね、家事祈祷っていう言葉をセットにすると、うん、お聞きになった方が多いと思うんですね。ですが、その家事祈祷で、あーって分かってくださる方が多くても、そのお家事の一つでなかなかピンとくる方も少ないんですけれども、
それで、ただのお祈りだと思ってる。あ、そうなんです。でも、家事はお祈りじゃない。じゃないですね。その家事っていうのは、家事っていうのはもともとものすごく歴史がありまして、で、弘法大師空海の、空海様、弘法大師様の、1200年、約1200年の歴史がございます。で、霊域とか気候にとてもよく似ているものなんですけれども、ちょっと違うんですね。例えば、こう、手を当てて、で、ご神仏の力をいただいて、で、その、患部の悪いところをこう癒したりとか、良くなっていただいたりするんですけれども、ちょっと違うところというのは、その、おかげは、カルマ、業とか、あと、その、因縁っていう領域に踏み込むことができるものっていうふうに一般的に言われています。実際にどういうふうなことをしていただけるんですか？はい。キッタさんに、例えば、こういうふうな手を、かざさせていただいて、でもこれ、霊気とかもね、やられる方、おやりになりますよね。で、例えばですね、その、クライアントさんの悪いところというか、ちょっとこう、良くないところを見つけたりとか、あとは、こう、元気になっていただいたりというようなことをさせていただきます。さっきちょっとやっていただいたんですけど、はい、うんって感じ。ありました、うん、そういうふうなことなんですね。ご神仏のお力をいただいて行者に流して、私は今日はさらにパワーアップしたんです、ね、はいはいはい元気に取り回っていただきたくありがとうございます、はい、それでは2つ目の質問です。そのお仕事をなさる上において、はい、キラキラきらめいてるなっていう時を教えていただけますか？はい、それはですね、つまり、クライアントさんの気づきに遭遇した時です。一番それが私の、喜びです。ああ、そうですよね。はい、でも、クライアントさんの気づきっていうのを、どういうところで具体的に感じますか？はい、例えばですね、占いでも、カウンセリングでも、セラピーでも、お伝えするお仕事っていうのはそうだと思うんですけれども、やはり、時期っていうものがあると思うんですね。クライアントさんの。で、時期じゃなければ、たくさんたくさん言葉をお伝えしても、うん、やっぱりクライアントさん自身が何もこう気づかない、気づけないっていうことがあると思うんです。ですけれども、タイミング、その、気づく時期であれば、例えば言葉少なくでも、ストンと落ちるっていうところを何度も私は拝見しています。そうすると、お一人のクライアントの方が、はい、まあ何ヶ月前に何、というふうに何回かに分けて来た時に、あ、今っていう見る時もあります。ある、はい。ちょっと早いかなと思う時もあります。で、それでケアをしていらして、はい、パッと、その方が、はい、ひらめいたと、はい、気づいた。が、気づきの、気づきの、はい、気づかれた。はい。で、やっぱり一番、私は喜びます。素晴らしい。ありがとうございます。それでは、三つ目の質問です。その、ひらめきを感じるために、はい、何か努力していることがあったら教えてください。ちょっと抽象的になるかもしれないんですけれども、クライアントさんの真理はどこにあるのかっていうのを、真理をいつもこう探し続けるようにしています。例えば、ご相談にいらっしゃる内容があっても、実はそこじゃなかったりするので、本当はどこなのっていうところをこう探っていける自分でいたいと思います。その真意っていうのは、おそらくクライアントさんが真意はこれじゃないって言ってらっしゃるからと、真意を自分で分かってない切り方でもいらっしゃる方があるんですよね。はい、まあ、こっちはすぐ分かるとしても、こちらは探して差し上げなきゃいけない。はい、でも、やっぱりそれは私一人が探すんじゃなくて、クライアントさんとの対話の中で、やっぱりそこのクライアントさんにが気づくところだと思います。ああ。占いは気づきが大切だと。私はそう思ってます。おっしゃってましたね。はい、それはどういうことですか？やはりですね、クライアントさんにご自身の足でまず立っていただきたい。
ている人のためにある。うん、そうなんです。ちょっと厳しい言い方になってしまうかもしれないんですけど、うん、その辺をいつもクライアントさんとお話をしながら、だから例えば裏の方にあ、そうなんですか。へえ。で、それはどうですか。これは占わなくてもいい内容ですよねって言って、お話でそれをクラブさんが気づかれる場合。だから、やたら占う、何でもかんでも占うっていうのは、私は占いをやってる立場なんですけども、あまり好きじゃないです。必要な時に占う。必要な時に必要な分だけお伝えできるように。私よく見かける光景なんですけれども、はい、占いを見る、うん、どうか情報を得ると、うん、もうそれに左右されて人生を過ごしているような方がいらっしゃるんですけど、うん、あれってどうなんですか。はい、そうですね、ちょっと心を痛む心を痛む、はい、心を痛む、心を痛むのはどうですか。はい、占いはきっかけでいいと思ってる。きっかけで依存するものではない。依存するものは、本当に占い師はきっかけでいいと思う。うん、そうやって何かヒントを見つけていただいて、うん、でご自身が行動していくということが大事なのだよ。自身で占い、大切な占いをしていただきながら、はい、それで自分自身を変えていく、行動に移すことが必要だということですね。はい、そうだと思います。素晴らしいです。なんか、そのお話を伺ってよしって思っちゃったありがとうございます。もう最後の質問になってしまいました。今までの人生の中で、はい、個人として、はい、キラキラ、うん、きらめいてるなっていう時を教えていただけますか。はい、なんか難しい質問難しいですか、はい、ですが、多分ずっとだと思います。ずっとですが、それぞれその時期、きらめき方、きらめいてる光の色とかは違うかもしれないんですけども、何となくその時期その時期こうきらめいてきてるんじゃないかなと思うところが、なんか率直な気持ちです。ああ、じゃあこの時期で黄色、この時期で青色じゃないですけど、はい、例えばですけど、はい、それぞれのきらめきの色、色とか大きさとかあったんじゃないかなと。あ、で、多分これからもそうです。そうですね、はい、素敵です。ちなみに、はい、どれか一つ何色だった時の何か教えていただけないですか。あ、そうですね、いろんな可能性を秘めてる今かもしれません。あ、いろんな可能性を秘めてる今、うんうん、はい、いろんな可能性、はい、例えばそれは新しく始めたその占いの授業であったりとか、 あとはそのヒーリングのおかじの部分であったりとか、これってやっぱりそのおかじであっても私の師匠のね、長堀という大阪の出会って、その師匠 の、 松井小泉課長先生のおかげでもありますし、さまざまな方 の、 そのお力を得てきらめきもいただいてるんじゃないかなと思ってます。素晴らしい。じゃあこれからどん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 広がる可能性に、はいはい、そう思ってます。そうですよね、はい、素敵ですね、はい、素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。あっという間に第33回女性起業家きらめきインタビューを終えてしまいました。このきらめきインタビューは今回のお客様に次回のお客様をご紹介していただくというシステムをとっております。ということで、はい、次回のお客様をご紹介いただけますか。はい、喜んで。ありがとうございます。はい、ではですね、アーズ株式会社の鎌田真紀子さんをご紹介させていただきたいと思います。ありがとうございます。それでは次回は鎌田真紀子さんをお迎えしてお送りいたしたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。